これ二液の塗料なんですけど、二液っていうのはこの塗料塗っても何の意味もないんです。というのは硬化剤と主剤を混ぜると、あとシンナーも3つ混ぜると初めて効力を発揮するんですけど、これちゃんとこう計算してやらないとうまく配合できないんですね。やっぱね、勘では難しいですよ、やっぱ。ほら、このデジタルばかりを使うんですけど、この一斗缶に一斗缶を乗せてゼロにします。で、取材は 4.6 キロ入れます。 4.6 キロ、4.6 キロ入ったから、あと硬化剤が 0.53、 0.53 入ったから、あとはシンナーは 0.1 で、シンナーは 0.5、 洗いジャブ使おう。多め入れるか、 0.6。 そしたらちょっとマーゼルなくなっちゃったんですよ、マーゼルが。で、これ親父が何十年か前になんか棒に溶接して鉄板くっつけただけのドリルなんですけど、めっちゃ飛ぶ。やば、やば。これ下ろした方がいいね、危ないから。これめっちゃ飛ぶ。やば。で、これはいちいち洗うのはめんどくせえから、もうこのままでいいです、このまま。で、これで完了。で、これで作る分だけ、あ、じゃあ塗る分だけ作るっていうのは覚えておいてください。塗る分だけ作るっていうのは、これ7時間とか8時間しか塗れないんですよ。あとは効力がなくなっちゃうんですよ。だから1日分しか作らない、1日使う分しか作らない。多く作ったらベタベタになっちゃったな俺。多く作ったら捨てるようになっちゃうから、ほんと効果はしないけど、1日では、2日目は使えないです。もう捨てるしかないです。さすがに。よし、やりますか。塗り始めます。あれ、なんか揺れてる感じがするな。気のせいかな。精神的にやられたか。
あ、違うか、揺れてないか。